隊長の海牛ラジオ。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。隊長です。隊長の海牛ラジオ第18回目、YouTube 第7回ん違うな8回目でございます。はい、ね、前回から1ヶ月経ってしまいました。大変遅くなって申し訳ございませんね。え、編集方法を変えたとか何とか言ってたくせに早速遅くなってしまったと言って大変申し訳ございませんでしたね。はい、ということで前回暑い暑い言ってたのに、もうね、皆さんご存知の通り、お分かりの通り寒いですね。いや、ひたすら寒いですね。もうあっという間に冬が来てしまったのかと、まあね、秋があっという間に通り過ぎてしまったのかというようなぐらい冷え込んできてますね。まあまだ冬というにはね、まだ寒さは足らないのかもしれないですけど、結構この寒さでね、私の知り合いもね、体調を崩された方が結構いましてね、私もちょっとね崩しちゃいましてね。いやいやいや、皆さんもね、急激な温度変化、ちょっとした油断でね、体調崩したりすることありますので、どうぞお気をつけくださいませ。はい、ということでね、今回からですね、前回の海牛ラジオの際にねいただいたコメントをね読まさせていただきたいと思います。はい、前回コメントいただきましたのはモンブランスキさんから、コメントいただきました。ありがとうございます。はい、タイトルが水中ショーのお姉さんになりたいということでね、はい、ありがとうございます。サンシャインはリニューアルしてから行ってなかったので、美しい写真と隊長さんの説明を聞けてよかったです。癒されましたということでね、ありがとうございますね。いやーね、水中ショーのお姉さんぜひぜひなっていただきたいですねねえ、でも本当になんかこういうコメントをいただけるとね、本当非常にこちらも癒されておりますね。またぜひね、よろしければコメントをいただければと思いますね。皆さん他の方もね、ぜひコメントいただけると私とても喜びますのでぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、ということで今回ご紹介する海牛はこちら、コモン海牛です。分類といたしましては、ラサイ目、ドーリスア目、イロウミウシ科、コモンウミウシ属でございます。はい、非常に綺麗なウミウシですね。さしてね、珍しい種類ではないんですけれどもね、いろんなところでよく見かけるかと思います。まあ、イロウミウシ科のね、ウミウシっていうのはだいたい形が同じですよね。まあ当たり前か。まあ当たり前なんですけれども、このね、斑点模様、赤じゃないや、黄色い斑点ね。で、まあ非常に色彩が綺麗なウミウシですね。このコモンウミウシの配色によく似たウミウシで、ヒメコモンウミウシというのがいますけれども、それとは、一応違うはずです、写真まあ色彩が似ているんですけれども、こちらのね、コモンウミウシとヒメコモンウミウシ、僕はヒメコモンウミウシの写真はないんですけれども、の種の識別の方法が、ヒメコモンウミウシは、虹エラが、こちら白色で、触角の方がちょっと赤みがかかっている感じがあるそうです。で、こちらの普通のコモンウミウシは
触覚と虹エラともに同じ、紫がかった色であることが多いということでございます。はい、ね、今度姫コモウミウシね、写真撮りたいですね。ちょっと自分でも見比べてみたいです。自分の撮った写真で見比べてみたいですね。ウミウシをね、楽しむ一つとしてそういったのもあるんではないでしょうか。はい、ナショジオクイズ、ちょっと拝借。はい、ということでクイズコーナーの時間です。はい、前回のクイズなんですけれども、小笠原諸島の中に存在しない島はどれということでね、小笠原諸島の島々には親族の名前が付けられている島が多数存在しますが、次のうち存在しない島はどれでしょう。1. 兄島、 2. 妹島、 3. 婿島、 4. 舅島、 5. 仲人島。はい、正解は舅島です。3番の舅島です。あ、失礼しました、4番の舅島ですね。はい、こちらはですね、それ以外の島の名前は実在しております。小笠原諸島の島々の名称はですね、江戸幕府の奉行であった水野忠則が1862年に現地調査した際にですね、島々の配置があたかも家族のように並んでいるため、このような名が付けられたと言われているそうですね。え、面白いですね。世界自然遺産にもね、選ばれました小笠原諸島ね、一度は行ってみたいですね。小笠原諸島の海で潜りたいです。はい、はい、ということでね、では今回の、問題いきたいと思います。サメの祖先が誕生した時代は、サメの祖先軟骨魚類が誕生した時代はいつでしょうということでね、1番シルル紀、2番デボン紀、3番石炭紀、4番ペルム紀過去二条紀ということでね、はい、1番シルル紀、2番デボン紀、3番石炭紀、4番ペルム紀。はい、この4つの中のね、一体どれがサメの祖先がね、誕生した時代なんでしょうかね。皆さんね、コメントでどしどしね、答えていただけると嬉しいなということでね、はい、今回の、ナショジオクイズちょっと拝借でございました。はい、ということで隊長のウミウシラジオ第18回目、終わりのお時間が近づいてまいりました。はい、今回の収録はですね、実は新しいマイクを買いましてね非常に音質が良くなっているはずなんですあの前のやつはね、あのアナログで直接パソコンにね、あ、まああのね、途中でちょっとだ、挟んではいるんですけど、あの直接繋いでたんでね、やっぱノイズがひどかったんですけれども、今回ちょっとねマイクを変えまして、非常に、しかもステレオ録音で非常に音質のいい状態でお送りさせていただいております、隊長のウミウシラジオでございます。はい、今月最初にね買ったんで、もうちょっと早くね収録したかったんですけどね、なんかあれよあれよという間に時間が経ってしまいましたね。次からはねバッチリこの音質のいいマイクでバリバリとね、隊長のウミウシラジオを更新していこうかなとね、もっともっといい声でねと、はい、調子に乗りました、すいませんでしたね、あのぜひともね、あの隊長のウミウシラジオへのコメントいただけたらなと思います。ちょっと今コーナー検討中ですね、なんか隊長のウミウシラジオ内で CM をやっちゃおうかなみたいなね、コーナーをね今考えているんでね、
もしこれを聞いていらっしゃるダイビングショップの方ぜひうちのダイビングショップを隊長の海牛ラジオ内でコマーシャルしてほしいな、なんか15秒程度の CM 喋ってほしいななんていう方がいたらね、面白いかもしんないななんて考えております。まあちょっとね、ちょっとしたこう例を挙げてね、私が実際に喋ってみて、あ、これなら喋らせてやってもいいかなみたいなね、思うかもしれませんので、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。隊長の海牛ラジオ、隊長がお送りしました。ではでは、さようなら。